ばんは。ホグワーツレガシー続きやっていきたいと思います。杖どうやって構えんだっけ。あ、こうか。あ、そうか。忘れちゃった。パーシバル・ラッカムの試練を始める。面白そうなの発見。何？何を見つけたの。レベリオ。最初の試練。レベリオ。見たことある。グリンゴッツと金書の棚だ。え、そうなの。何これ、何のオブジェ。ここは繋がってないのかな。すごいな。効果はあったはずだけど、調べてみた方がいいか。効果は絶大だみたいな。大丈夫かな。レベリオ。次元が違うのかな。なんかね、なんだろうこれ。いや普通に開くんかい。なんかモヤモヤしてると開かないんじゃないかっていうなんか思い込みがあって。気品ある制服のマント。ちょっと待って、またなんかそういう感じ。大丈夫かこれ。試練を完了する。完了するって何。もう終わるの。古代魔術の痕跡がもっとある。何かが違うはず。何かが違うはず。レベリオ。なんか周りに立ってるこの人たちが絶対動くんじゃないかって怖いんだけど。これじゃない。めっちゃなんか言ってるね。門のあたりから声が聞こえるんだけど。レベリオ。あ、この門からこっちって違うのか。ん？あれ？違うところに繋がってる？え？なんか怖い。レベリオ。なんか怖い。この人たちが絶対動くでしょ。なんだこの綺麗な卵みたいなやつ。ちょっとなんか動いたんだけど。ああ、ああ、なんてこと。いい兆候じゃないな。少なくとも今回は予想できてるけど。何それ、でかプロテゴ。いやー、ちょっと何これ。あ、なんか投げちゃった。なんだろうねこれ。
投げてる攻撃してくれてんだね、すごー、ありがたいんだけど。で、裏側？見覚えがある。アクション。で、どうすんだ？ん？ああ。行かなくてもよかったのかな。いや、ダメだ、あっちに宝箱がある。でもどうやって行くんだろう。アクション。ああちょっと待って、アクションを使ったんだっけ。アクションを使ったんだけど、あそこの宝箱どうやって取るんだ。わかんないんだけど、普通に降りてっていいってことかね。え、普通に降りていいってこと。でも降りたとしてここどうやって上がるんだ。あれだよね、ほうき使えないしね。きっとあの台から目的の場所に行ける。あの宝箱の取り方はわかんないんだけど。ん？これ何？アクション。あ、違うのか、そっちに行くためのものか。古代魔術の痕跡を探すって言っても、それってどこなんだろう。あそこがないからね、行けないんだよな。これはこっちに戻るだけ？アクション。取れそうもない。なんかあんだっけ、魔法的なもので。そんな魔法、すっかり忘れちゃったからいいや。古代魔術の痕跡を探すって言っても、それってどこなんだろう。めっちゃささやいてるんですけど、あれ？部屋の感じが変わって、なんだ、取れるようになった。だよね、シンクの冬物コートクイディッチのローブ言いづらいんだよな。でどこ行くんだろう。今の魔法は何をしたんだろう。アーチの両側からいろいろ調べてみるべきかも。アーチの両側から、でかっ。こんなでかいところにこんなちっちゃい手袋一個って、ここ入れない感じなの。ただの何これ、宝箱のため。レベリオ。特になんもないもんね。そう、あの手袋のためだけにアーチを出入りすると部屋が変わる仕掛けになってるんだ。だけど変わってないよね。
そしたらじゃあどうすればいいんだろう。こっちに行ったって同じなんだもんね。そしたらどうするか。片側では出口が見える。でもアーチを通るとそこは壁で塞がれてしまう。めっちゃ喋ってんだけど。アーチを。アーチ、このアーチをどうにかしなきゃ。先に進まなきゃいけないんだよね。落ちる落ちる。ちょっと引っ張り方下手そう。でもここだもんな、印が。あ、片側では出口が見える。でもアーチを通る。また像がある。こんなのあったの全然気づかなかったんだけど。あ、この卵みたいなの攻撃するやつだ。いやなりそうだったのにやっちゃった。古代魔術の痕跡を探すって言っても、それってどこなんだろう。レベリオ。それは見えてるから問題ないよね。あ、上にある。おお、ちょっと怖い。この人下にいた。ちょっと待って、壊れちゃってる。下は、あれ？階段がある。何？ざわついてんだけど。線がどうすればいいんだこれ。でもさ、これってどうすんの。あ、不思議なんだけど、すごい。あっちよ。それ引っ張れないからな。上がれないっしょ。待って、印が。あ、印はそっちなのか。いや、難しいな結構。あの魔法でアーチの両側は何か変わったのかな。変化はあったはず。下には降りてこられないってこと。このアーチは両側から調べる必要がありそう。あら、なんかなくなったんだけど。壁か。あれ？すごいよくできてるわ。すごいよくできてる。届かない。アーチよ。ちょっと届かないんですけど。アーチに入るときと出るときの部屋の違いを調べよう。ああ、
それでこっちにこれを引っ張っておけばあれか、要は次あっちのアーチを越えた時にこっち側にこれがある状態でっていうことかな。そういうこと？すごいな。なるほどね。アーチの両側を使ってあの台を橋の向こう側に動かさないといけないんだ。めっちゃすごい。この床には慣れないな。何？ちょっと待って、この床には慣れないってどういうこと？動いてんのこれ、微妙に。何なの？ちょっと待って、やめて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 。あ、どういうことそんなビビる必要もなかったのかな。え、どうしたどうした。うわー、やばいよ。あ、そっちじゃないんだけど。呼び寄せる、呼び寄せるってなんだ。コーフリンゴ、エクスペリアムス。あ、いや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 、そのまま手に戻ったんだけど武器が意味なくないか。やばいやばいやばい。すぐに戻っちゃう。ちょっと待って、なんか多くね、数多くないかなんかちっちゃいのがいる。あの青い玉取りに行きたいんだけど。危な。おいおい、何？なんで何体もいんの？久々にやるにはちょっとハードかもしんないな何、ちょっと待って真っ逆さまに落ちる。あ、これか。ちょっと待って、高さが足りないんだけど。高さが、あ、ちょっと待って、降り、落ちちゃう落ちちゃう。あっちか。あ、違うのか。ちょっと失敗したんじゃない。落ちた方がいいかもしれないこれは失敗したね。これはダメか。これをやってからの、あっちは何なんだ。え、ちょっと待って、あ、あっちにもある。何、どういうこと。アクション。
や試練が難しすぎるんだけど、ちょっと待って、これはどうする。何このモヤモヤ。ちょっと待って、降りたら最後じゃないここ。ちょっと取れるかな、取れねえか。え、あ、なんてことでしょう、すごいね。うわ、落ちてたんだけど。何何なん、よくわかんないんだけど。何なんだよ、なんで落ちたんだ。はぁ、でこういったら次どこに行くのが正解なん、これ。どこに行くのが正解なんでしょうか。ん、 あそこ、いやどうだろう。あっち、あっち、ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ、あれ戻ってきた、あれ戻ってきちゃった感じ。なんか落ちてんだけど取れないやつこんなところに置いてあるやつ飲んで大丈夫かな。あれ戻ってきたのでは。そんなことないのかな。なになに、急に、なに、すごい揺れたんだけど。うわ、絶対にいるねこれ、きっとあの投げる弾があるからいるでしょ。ほらね。ちっちゃいのも出てきた。おお。プロテゴ。人が危ないんだよな。危ない、落ちる。強いな。強いってか硬い。あそこにいた人じゃない。うわ、強いんだけど。チャージ中のオーブを破壊するって何？チャージ中のオーブってなんだ？おい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 、やばいんだけど。何にも効いてないっぽい。やだ！中のオーブって何？あ、あれか。うわぁ、なかなかできないそれ。オーブを作れ。いやぁ、あ、これだ。色で決まってんだ。顔が見えた。なんかでっかい顔見えたんだけど。なんなのこの床。はっ。
でかっ。顔でかくない？またペンシーブだ。またペンシーブだじゃないんだよ。レベリオ。でかっ。これ手なんだね。上がれんのかな？上がれない。めっちゃすごい。誰だこの人。パーシバル・ラッカムなのかな。周りの世界を変化させる君の力は実に素晴らしい。どうした？父が良くならないんです。兄を失った悲しみから立ち直れないのかも。愛する人が苦しむのは辛いな。ずっと前のことなのに、子供を失った苦しみが昨日のことのようによみがえるみたいで。父に必要なのは柱じゃなく安らぎです。私に何かできませんか？お父さんに十分尽くしているよ。まだ足りません。苦しみを取り除いてあげたい。使いたい気持ちはわかる。君が持つ物質世界を超えた変化を起こすこの魔法をね。しかし人の感情はそれ自体が大きな力を持つ。たとえ善意あふれる有能な魔女でも、大きな感情を操作した結果どうなるかなど分かるはずもない。父さんが壊れていくのを黙って見てろと言うんですか？君が肩代わりしてはいけないんだ。毎年生徒がお茶の葉に見るもののおかしさときたら想像以上ですな。ああ、ミス・モーガナーク、いや、モーガナーク先生と呼ぶべきかな。まだちょっと慣れませんね、ルクード先生。闇の魔術に対する防衛術の教授だそうだな。誇らしいよ。さあ、座りなさい。旅の話を聞こう。よかったら今夜は皆さんと一緒に家まで来てくれませんか？話したいことがたくさんあります。それは楽しみだな。皆にも知らせよう。よかった。ではまた。別の記憶だ。さて、出口を探そう。あのモーガナークさんのお兄さんは亡くなってしまったんだね。その苦しみをお父さんが背負ってるから。結晶がもっとある。あそこから地図の間に戻れそうだ。癒してあげたかったんだね。わあ、綺麗。すごい綺麗。おや？僕はホグワーツの生徒です。こちらはフィグ先生。私はチャールズ・ルックウッド教授だ。最初の試練を突破したのかね？はい、ルックウッド先生。前にあなたを見ました。以前にお会いしました？グリンゴッツのペンシーブであなたを見ました。ラッカム先生も。いかにも。で、
君はラッカム先生の金庫へ行けるポートキーを見つけ、天使部に浮いていたロケットの中にあった地図を読み解いたのか。はい、最後に見た天使部に何かわからないものが浮いてるのを見つけました。試練ではそれに似た異物を探すことになる。しっかりと守らねばならんぞ。我々が用意した旅を完了させるのに必要なものだからな。全てが揃ったら何をするか教えよう。わかりました。次の試練のことは何か教えていただけますか。君が先へと進む前に、私はチャールズと喫緊の問題とゴブリンについて話をしたいのだが。ゴブリンだと。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡を見たのだよ。彼らは指導者のフィグ先生とサンバカーの塔近くでゴブリンと出くわしたが、それだけではないのだ。彼らはグリンゴッツにある私の金庫でもゴブリンと遭遇したのだ。詳しいことが分かるまで試練は中止すべきだな。もちろんこの件については君に従おう。さてと。待ってください、ルックウッドって名前もしかして。ビクトールと関係があるか。可能性はあるがどうだろうな。まずペンシーブで何を見たのか教えてくれ。最後のペンシーブで出た魔女の石ドーラがホグワーツの教授になる前、ラッカム先生と苦痛を取り除く魔法の使用のことで言い争ってたんです。次に詳しいことがわかるといいのだが、今はランロクが何を知っているか突き止めなくては。正直どこから始めればいいかわからんな。実は心当たりが。前に一度三本のほうきでシローナがゴブリンと話してるのを見たことがあって、仲が良さそうでした。やる価値はあるな。調べてみなさい。もちろん勉学を忘れては。勉強ですよね。ああ、行く前に。先生、渦巻くような魔法の痕跡に遭遇したことはあるかね。ああ、我らの道にあったものとは別にだ。ないと思います。何なんですか。それはかつての守護者の尽力の証だ。古代魔術を制御しようとしたのだよ。私の考えが正しければ大抵正しいのだが、それを使って魔法に力を吹き込み強化することができるだろう。ありがとうございます。探してみます。機のアップグレードの準備ができた。いつでも店に寄ってくれ。人に知られたくない緊急の案件があるんだ。いつでもいい。お前の都合がいい時に俺のところに会いに来てくれ。俺たちはお互いに助け合うことができるはずだ。ムーンさんって一番最初になんか道のところにいた人だねということで今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまた。与えた課題を終えたら、授業の後に私のところへいらっしゃい。物体を地面に落下させるのに役立つディセンドを教えましょう。